はい、えっちゃんねのえっちゃんです。今日はですね、ブラック企業についてですね、お題の方をですね、上げてみました。このようにですね、普段ですね、ビジネスに役立つような知識だったりとか、そういったものをですね、毎日、夜の9時に、更新しています。もしよかったらですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、それではですね、ブラック企業の見分け方ですね、まず求人広告の方からという形になりますが、求人広告のチェックポイントですね、まず最初に皆さん求人の方をですね見ると思うんですけど、求人広告をよく見るとですね、募集期間が長かったりするところがあるんですよね。あとはあるいはずっと募集をしていると、そちらの方の、広告のですね、掲載の仕方自体に、ブラック企業のですね、ポイントっていうのが隠されております。実際ですね、求人広告の、基本というのは掲載期間というのは決まってるんですね。例えば、うちの会社でじゃあこの広告を求人の広告書として出したいと、で1月から3月までの間に、求人広告を掲載してほしいとか、そういった形で話し合いしてくるんですけど、それにもかかわらずですね、1年間ずっと募集しっぱなしとか、あれこれまたこの企業募集してるなっていうのがあった場合ですとですね、基本的にはその企業は注意していただいた方がいいと思います。これなぜかというですね、予定していた募集人数に届かない状況で、追加料金を払ってですね、例えば1月から3月の間に、募集が決まる予定だったのが、何らかしらの理由で、決まらなかったと、募集人数に届かず、その状態で追加料金を払ってで、さらに、募集をしているという形の企業とかっていうのは結構多いんですよ。こちらの場合だと、離職率が非常に高かったりとか、あとは人材が不足し続けて掲載し続けている場合っていうのはありえますので、ブラック企業の可能性が高いとということですね。一応掲載をね、募集している求人広告の状況を見るだけでも、これってこういうことなんだなって毎週ね、僕は思うんです。僕はやってるんですけど、求人広告を見たりして、この会社ずっと募集してるなっていうのが分かるようになってくるんですよ。これ何回もね、読むことが大切ですね、求人を。読むこと大切って言い方はおかしいのかもしれないんですけど、それがね、ブラック企業の可能性が高いです。で、実際僕もね、経験はしたことあります。この頃にはですね、ちょっと居酒屋のバイトをやってたんですけど、某ですね、居酒屋ですね、喜んでってね、いう居酒屋なんですけど、大体そこで分かっちゃうかな、これ。その会社にね、入ったんですよ。会社っていうかアルバイトなんですけど、それがですね、約1年間ぐらいずーっと募集してるんですよ。で、自分はですね、バイトの方、学生時代だったんで、バイトしようかなと思ってずっと見てたんですね。でもやっぱりそのバイト自体が決まらずに、面接も行かずにですね、ずっと見てただけなんですね。で、やっぱりそのね、求人広告を見て、毎回ね、求人募集してる、居酒屋があったんですよ。これって、つまりブラック企業だっていうことは自分としては思ってなかったんですね。要はずっと募集をしている状態っていうのは、何もブラック企業だっていうことを考えずにですね、やっぱり読んでいくと、この会社ってまだ募集してるんだっていう感覚になるんですよ。なんか不思議とそうなっちゃうんですね。じゃあ募集してるんだから、じゃあかなり必要とされてるんだなっていうふうに思っちゃってたんですね、その当時は。で、実際に入ってみたらですね、やっぱりブラック企業でしたね。どういうブラックかっていうとですね、僕はですね、当時、6時からですね、10時ぐらいまでだったかな、仕事をする予定だったんですよ。で、6時から10時まで OK なんでって言ったらですね、じゃあお願いって言われて、速攻ですね、もちろん合格なんですよね。で、合格した時にですね、いざ入りました。で、入って、ちょっとずつ慣れてきたんですよ。そうすると、だんだんとですね、仕事量増えてくるんですよ。で、そしたらですね、あっという間にですね、10、
本当は6時から10時までの話がですね、6時から約朝の4時まで働いたケースとかっていうの何回かあったんですよね。まあ何回かって週に何回かっていう感じで。なのでやっぱりそこでブラック企業っていうのは、あ、そういうことなんだなって思ったんですよね。はい、ということでですね、このブラック企業とかっていうのを一つのその見分け方としては広告ですね。まず実際に、ね、中に入って見てみるってことはちょっと難しいので、だったらその情報をどうしたらいいのか、入る前にどうやって情報を取るのかって言ったらやっぱ広告なんですよね。まあ僕が実体験した中ではそれが一番、まあ、記憶に残るブラック企業だったかなとは思いますね。まあ労働もね、正社員並みにちょっとやってたっていうのもありましたし、まあこれはなぁと思いましてね。はい、ということでですね、いかがでしたでしょうか。ブラック企業のね、一つの見分け方、もうこちらね、広告、まあこちらの方はね、見ていただいた方がいいと思います。これね、毎日募集してるか分かんないよっていう方もいらっしゃるんですけど、実際にですね、広告をですね、1ヶ月分取っておいてください。でそれを何回もめくってください。で何回もめくっていくうちに分かります。あれ？これまた募集してるとか、あれ？これまた募集してるとかっていうのはね、絶対出てくるんで、まあ、ここは端折っていこうっていう、あれ？これ新しい広告だなって実際に思うんですよ。何回も同じページをめくってると。どんだけめくってんだよみたいなね、感じなんですけどね。まあそのようなね、ブラック企業ありますので、皆さん気をつけてください。はい、じゃあ今日はね、動画はここで終了させていただきます。またね、明日、9時にお会いしましょう。いやー、ブラック企業のね、マジックっていうのがあるんですけどね、やっぱりね、お願いとかね、これやってほしいとかね、いろんなお願いされるんですけど、本当に使われて終了しますんで、そしたら次の犠牲者みたいになりますんで、気をつけてください。